皆さんこんばんは、ナビゲーターの翔太です。第2週目になりました。前半は先週に引き続き、マリーナとミユちゃんがダブル MC でお送りいたします。ゲストは山下大輔さんです。そして後半は、今回からりょうやさんの回に、なんとゲストが来てくださっております。ゲストを連れてきてくださったのは、イベンターのミノルさんです。ミノルさんはなんと、ゲストを連れてきた時はアシスタントとなることになりました。おめでとうございます。それでは前半後半ともにお楽しみください。この番組はライブハウス大船ハニービート、日の出町ライブハウスセラビーの協力でお送りします。鎌倉アイドルボックス始まりました。イエーイ。この番組は大船ハニービート、日の出町セラビーの協力でお送りしております。はい、ということで今週もよろしくお願いします、はい、お願いします。今日も素敵なゲストさんが来ていただいております。どうぞ。先週に引き続き、来ちゃいました。俳優の山下大輔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんかちょっと聞こえたけど今なんか音が入ったけどまあでもね、今週もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと今週から見た人のために簡単になんかどんなことやってるとか、はい、よかったら、普段役者をやっております俳優の山下大輔と言います、そして17ライブというねライブ配信もやっております、はい、ね、見た目はね結構若いです、はい、年齢はですね35歳なんですけど、見た目はよくね、大学生に間違われます、ね、ぜひね僕の顔が見たいという方はですね、パソ事務所というね、というふうに検索 していただいて、こう山下大輔と言いますので、山の下ですね、で大輔はちょっと特殊なんですけど、大きく生きる志ですね、で山下大輔でね出ますので、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで今週は、そう、夏って暑いじゃないですか。暑いですね。そんな暑い夏にすることって言ったら何を思い浮かべますか、なんだろう、なんですかね、マリナちゃんは肝試しとか肝試し。怖いの好きなんですね。大輔さんは夏ですか。やっぱお祭りとかですか。まあ、さっきねちょっとマリナちゃんがちょっとちらっと言ってくれたんですけど、肝試し、このやっぱり暑い夏って怖い話して、ちょっとね、ひんやり涼しくなろうっていう、ね、風習が日本にはあるんですよ、そう、日本にはあるんですよ。で私は割とあの怖い話好きじゃないから、なんか夏の特集とかでやってるじゃないですか、本校とか、あんま見ない方なんですけど、今日はねちょっと、もうやろうじゃないかということで、みんながさそれぞれ怖い話一つをね持ってきてくれたと思うんですよ、その怖い話をね、ちょっとリスナーさんに向けてちょっとやっていこうかなっていうことで、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。マリナちゃんです、さっきからずっと携帯チラチラ見ながらさそうじゃあマリナちゃんからいく、大丈夫かな。大丈夫、大丈夫ですか、一番私は不安だよね全然順番どうします。順番、じゃんけんで決めます。あ、じゃんけんしますか。あえてのあえてのじゃんけん見えないかもしれないけど、確かにね、最初はグーじゃんけんぽい。お、大輔さんがグーで一人勝ちです。じゃこれもうこれを一番ですか。一番で、一番ですか。ね、一番だとちょっとハードル下がりますもんね。そうそうそうや、そうや、そうだよ。じゃあ一番でお願いします。大輔さん、どっちがいいかな。最初はグーじゃんけんぽい。あいくでしょ、あいくでしょ、あいくでしょ。じゃあマリナちゃんが2番目、私が2番目、で私が3番目、はい、大鳥です。鳥ということですね。はい、そうよね。なんでそうやってちょっと圧かけてくるんですか。めっちゃ圧かけるね。あの怖い話が聞けるんだろうなとね、多分リスナーさんも期待していると思います僕も期待してます、はい、じゃあその期待に添えるように頑張ります。よろしくお願いします、お願いします。はい、先にね大輔さんからお願いします、はい、これ本当にリアルに僕が体験した話です、これ本当にあれですよ、ネタじゃなくて本当にガチで経験した話です、で僕がですね、地元が四国の徳島というところなんですけど、
四国にですね、あの四国88箇所というのがあるんですね、うん、ご存知ですか88箇所ってあんまり。いやー、わかんないですね。結構まあ有名だと僕は思ってたんですけど、うん、そうでもなかったって、うん、そこら辺疎いんでちょっと、ね、怖い話から避けてきた人間。そうなんです、まあまあね、リスナーさんは多分知ってると僕は信じてちょっと今からお話しますけど、うんうん、四国88箇所っていうのはですね、弘法大師の空海がですね、うん、創設したお寺でですね、徳島県の一番船所からこう順番にね時計回りに回って高知、愛媛、最後香川県で、88番札所で一応結願っていうんですかね、うん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 、で、終わるんですけど、一応ねそれを回るとですね、あの願い事が叶うというふうに言われてるんですね。あ、怖い系のやつじゃないんだ、ちゃんとなんか願い事叶う系のやつ。あ、そうなんですね。ちょっとね自分の願いね、うん、芸能で成功するようにと思ってね、うん、一応やったんですけど、で最初ね一番船所徳島県のね、うん、一番船霊山寺からね、うんうん、始まってこう順々に回っていって、これは高知県だったんですけど、うんうん、ある時ですね、あの結構ねちょっとごめんなさいね口下手なんであれなんですけど、お遍路って言うんですけど回ること、うん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 、でお遍路さんって、ね、基本的に回るのは二通りあるんですよ。一つは普通に車で車道の方のルートと、うんうん、もう一つはあの普通に人が歩いていく遍路道って言うんですけど、うんうん、2パターンのルートあるんですけど、僕はねずっとあの一人でぶっ通しで歩いて回ったので、ね、結構な日にちと、まあ、お金もかかったんですけど、うんうん、で回ったんですよ、うんうん、で、その時にちょっと言われてたのがですね、お遍路回る時に写真撮らない方がいいよと、写っちゃうからと言われてたんですけど、まあ、撮りながら言ってたんですけどね、うん、まあ、記念になるんで、うんうん、であとあの山は気をつけた方がいいよって言われてて、うんうん、なぜかというとなんか結構ね88箇所で昔からあるんですけど、うん、まあ、今はそんなことないんですけど、なんか昔はやっぱり行き倒れて回ってる途中でそのまま亡くなられた方とかたくさんいらっしゃるらしくて、で気をつけた方がいいよって言われて、まあ行ったんですね、うんうん、でずっと回ってて高知県と愛媛県の県境あたりですかね、うん、基本的にねマップ見ながら進んでいくんですけど、うん、でだんだん、あ、今日はこんくらいまで行けるようになって大体分かってくるんですよ自分で、うんうんうん、でその日もちょっと山だったんですけど結構行けるなと思ってたんですけど、うん、意外となんか結構遅くなって、うん、薄暗くなってきたんですよ、まだ 山でまだ下に降りてないのに、うんうんうん、で霊感がなんかあるらしいんですよ僕は。なんか仏眼があるんで、うんうんうん、仏眼ってなんか親指のところになんか目があったらね、うんうん、はい、霊感があるって言われてるんですけど、うんうん、でその僕なんか霊感があるみたいで、うん、見えないんですよ、見えないんですけどなんか感じるんですよ、あ、いるなとか。で山とかで結構足音近づいてきたりとか結構あって、で動物じゃないですよ、もうめちゃめちゃ山奥ですよ、うん、そこら辺に街から見える山とか そのレベルじゃないですよ、もうずっと山奥ですよ、うん、携帯とか圏外なんですけど、うん、でなんかこう足音がね傾斜なんですよ、うん、傾斜なんですけどなんか近づいてくるんですよ、明らかにめっちゃ山奥ですよ、人いないんですよ、で動物の音じゃないんですよ、なんか人間の歩く音なんですよ。そこまでわかるんですか。わかります、わかります。ザッザッって聞こえてきて、ええと思って、うん、あの山とねこう下と見るんですけど、うんうん、何もないんですよ。めちゃめちゃすごい草ぼうぼうですよ、全然そんな人とか入れるような感じないです、うんうん、でザッザッって近づいてくるんですよ、うんうん、で見てもいないんですよ、でも明らかに人間なんですよ、動物のあの動物じゃなくて人間なんですよ明らかに、パキっていうふうに人間が歩いてなんか踏んでおような感じのとかで近づいてきてなんか囲まれたりとかあって、囲まれるんですよ、四方八方からそれが近づいてきて、怖い怖い怖い、囲まれたことあって、まあ、今までそういうこともねあのお部屋の回ってる時何回もあったんですけど囲まれること初めてだったんですよ、であのとりあえずあの般若心経を唱えて、うん、あの強行突破したんですよ、うん、でなんとか薄暗いですけど下に降りれたんですね、うん、であのその時ちょっと僕ミスったんですけど宿をね調べてなかったんですよ、うん、普段、ね、事前にねちょっと前のお寺さんにね、うん、宿次どこら辺にありますかって聞くんですけど、うん、ちょっと僕も急いでたんで聞くの忘れてて、なるほど、で下に町に降りて町っていうかまああれですね、あの住宅街っていうかあれですね、うんうん、行ってちょっと探したんですけどなくて、う
ないんですよ、うん、ないんですよ、怖い怖い怖い、なんかもうそれが怖い。で何度か探したら一軒だけあったんですよ、うん、でもちょっと聞いたんですけど、うん、すいません今やってますかって、そしたらちょっと今の時期ちょっとやってないんですよって言われて、うんうん、でもすいませんちょっと他に泊まるとこないんでちょっと泊めてもらってもいいですかって言ったんですよ、うん、そしたらああ分かりました、じゃあ、ね、ちょっと今回は、ねうん、特別ということで、うん、って言って、うん、泊めさせてもらったんですけど、うん、こっからなんですよ、本当に実はここからなんですね。そうなんです、実はまずそこがですね、まずやばかった、雰囲気がやばかったんですよ、うん、宿だったんですけど、うん、なんかね霊とか見えないです、僕見えないですけど、うん、気配は感じるんですよ、うん、明らかにあやばいぞ、ここやばいぞって、もうなんかでもう分かるんですよ、あやばいな、でもここ泊まるしかないんで他ないんでね、うん、で宿に入りました、ね、一歩、うん、重いんですよ、めっちゃめっちゃ重いんですよ、空気がめちゃめちゃ重いんですよ、よどんでるというか、でもそこ泊まるしかないんで、そうですね、そこに泊まるしかないんで、で入って、まあ、とりあえず部屋に、で他にいないんでね、うん、普段今の時期やってないんで、うんうん、でとりあえず空気めちゃめちゃ重いですけど、もう泊まるしかないんで案内されて、うん、2階こちらにどうぞ、2階に案内されたんですね、うん、でめちゃめちゃ階段きしむんですよ、怖い、キシッキシッってキシンで行って、うん、で部屋に案内されたんですけど、うん、それまずびっくりしたんですけど、うんうん、まず部屋ちょっと襖だったんですけど、うんうん、襖開いて一歩入りました、はい、部屋に、うん、そこでびっくりして、まず入って右と左に大きな鏡台があったんですよ。鏡台ってわかります？女性が化粧するようにね、大きい鏡だと引き出しとかあるんですけど、それが2台右と左にあったんですよ。しかもそれが合わせ鏡になってて、合わせ鏡がやばいですね。やばい、ね、合わせ鏡になってたんですよ。で、やばいじゃん。もちろん部屋も空気やばいですよ。で、いやでもそこもう泊まるしかないんで。まあそこはね。そこはそうなんで、やばいぞと。で。それでもやばいと思ったんですけど、よくよく見たらその部屋の奥にたくさんぬいぐるみとか人形めっちゃ置いてるんですよ、めっちゃ並んでて、バーって並んでて、怖い怖い怖い、と思って、うん、やばいじゃんと思って、うん、これ絶対やられちゃうじゃんって思って、うん、でも泊まるしかないんですよ、うん、そこしかないんで、でまあご飯はね素泊まりだったらご飯はもう事前にコンビニで買ってたんで、まあ、食べて、まあ、お風呂もまあ、お風呂もねちょっとあれなんですよ、もうちょっとさお水が錆びててね、 お湯が錆びてて、ね、何も、ね、文句言えないじゃないですか、でも泊まらせてもらってるじゃん、ね、でもね何とかもう我慢して、うん、まあ寝ますよね、うん、でも布団敷いてくれてたんですけど、 お風呂入ってる間に、なんとですね枕元にですね人形いっぱいある中の枕元に日本人形が日本人形、マリツキ人形みたいなの置いてて、しかもなんか普通なんかガラスのケースとか入ってるじゃないですか、確かにないんですよ、むき出しなんですよ、怖い怖い怖い、ね、怖いですよね、セッティングされてたんですか、いやいや、もともとでもあったんですよ、あったんですけど、もともとあったんですよ、あったんですけど、そうなんなんか布団なんか親切にそういう風にね旅館の人が敷いていただいて、可愛くしたんかないやちょっとね、ちょっとその感性がどっから来るか分かんないですけど、いやあんま普通置かないですもんね、だってね、もともでもそこそこ置いてあったんですけど、布団を、うん、多分敷く位置を多分そこに敷いちゃったんですね、そうなんですよ、うん、でまあ寝るしかないじゃないですか、うん、でも怖いじゃないですか、さすがに豆電球にするじゃないですか、うん、でとりあえずねちょっと塩をちょっとこう持って、うんうんうん、まあ、ちょっと念仏唱えて寝たんですけど、うん、だいたい寝たのがね11時ぐらいだったんですけど夜、うん、で寝てたらなんか苦しくなってきて、怖い怖い怖い、苦しくなってきて、なんかめちゃめちゃ息苦しくなってきたんですよ、うん、うんうん、と思って、うん、なんでめちゃめちゃ息苦しいと思って、え何何何と思って、なんか首がめちゃめちゃ苦しいんですよ、うん、で何何と思ってこうやったら首をこう触ったら、うん、なんか紐がなんか絡まってて、え紐が絡まってて、何何と思って、あ何これ紐が絡まってるんだと思って、
よくよく見たらそれ髪の毛だったんですよ。えこれ本当本当に本当にガチな話で、よもっと見たらその枕元の日本人形の髪の毛伸びてて、僕の首に締められてて、本当にあるの？これ本当の話ですよ。やば、作り話だけど本当の話で、本当にあるんです。でどんどんどんなんか力が強くなってくるんですよ。人形もこっち向いてるんですよ。怖い、向いてて怖い。でどんどん力が強くなってきて、あこれダメだなって、もう死んだなと思って、意識を失いかけた瞬間に、あの窓の外から猫がねニャーって鳴いたんですよ、うん、その瞬間シュルルルルルルって髪の毛がこう、ね、ほどけていて 元に戻って、パッと見たらもう普通の人形戻ってるんですよ。猫助けてくれた。助かりましたね。偶然かもしれないですけど、すごい。それはそうだったですね、猫のおかげ。おかげです、ね、猫の恩返しですね。ジブリじゃないですか。これ実は本当ガチの本当の話です。ガチか、ちょっと止まるの怖くなっちゃうね、なんかそういうね。いやもうでもお遍路の敵は気をつけてくださいということです。はい、ぜひね、あの霊感覚醒した人はぜひお遍路回ってくださいという話でした。はい、いやまあこんなねちょっと怖い話してもらったんで、ちょっと一回 ねちょっと気分明るくしようかなということで、はい、AKB48 さんで、はい、ポニーテールとシュシュお聞きください。どうぞ。 AKB48 さんでポニーテールとシュシュでした。はい、はい、というわけでちょっとね、明るくしちゃったけど、ね、また ね2人分残ってるんで、そうだ、ね、じゃあ次はマリナちゃん、はい、お願いします、はい。もうね、でも大さんのねあの実話とね、うんうん、全然その違うんですけど、私はどっちかというと作り話の方な感じなので、うん、どっちかっていうと全然全然、ね、はい、はい、ちょっとねでも人形かぶりしてるんですけどね人形かぶりしてるんですけどね、うんうん、はい、人形をね、そうすごい好きな人形がねいたんですよ、うんうん、うさぎの人形がいまして、でそれずっと気に入ってて、で名前もつけるぐらい、ぴょんちゃんっていう名前をつけるぐらい、うん、かわいいですね。そうすごい可愛がってて、もうずっと一緒にギューってしてて、ずっと一緒に食べる時とかもお風呂入る時とかもずっと一緒にいたんだけど、うん、なんか思春期に入ってからなんかちょっと大人になってくるから、なんかすごい、ね、なんか恥ずかしくなっちゃうじゃん、なんかそのこの自分が、ね、人形を持ってるっていうなんかあれがちょっと恥ずかしくなってきて、うん、ちょっと捨てようかなって思ったのね、うん、そうで処分しようって思うけど、なんかやっぱ一緒にね人生過ごしてきた、うん、思い入れが ね、そう思い出があるからどうしようって思いながらも部屋の片隅に置いちゃって、うん、もうそのままでずっと何年も経ってしまっちゃって、うん、でそれから、まあ、5年後ぐらいに5年後、まあ、人形を供養できるお寺があるっていうのを知ったのね、はい、そうそうそう、で知ったからお母さんに連れてってもらって処分できるお寺に向かってったのね、うん、でその時にあの山道通ってったんだけど、うん、そう山道通ってってガードレールがすごい急カーブのところがあって、うん、で普通にあの通ってって向かいからトラックが来たのね、うん、で曲がりきれなくてあの、うん、ぶつかっちゃったのね。そうぶつかってトラックと、そうトラックとぶつかって、うん、お母さんとその自分は意識あるんだけど人形は隣にいると思ったらいなくて、えどういうこと、どういうことですかね。でえいないと思ったら後ろ見たら包丁を持ってて、ぬいぐるみが包丁、ぬいぐるみが人形が包丁を持ってて、チャッキーじゃないですか。本当チャッキーだ。どこから包丁持ってきたの？なんか四次元ポケット。四次元ポケットかな。まあ、みたいな。っていう、はい。あ怖ー。でも普通に怖いわ。怖いですね。そういろいろまあ。作り話だけどねこれは、うん、でもちょっと怖かったね。そう怖かった。人形ってねやっぱりねなんか好き物よね、うん、怖い話って、ね、そうなんだよね。わかるわかる。じゃあ最後私、ね、私は、うん、あの
私の話は、うん、ある男と女の人、まあ、カップルなんですけど、うん、がドライブで、うん、まあ、山道なんですけど、うんうんうん、なんかこう一緒になんかドライブデートでブーンってやってて、うんうん、途中で喧嘩しちゃって、うんうん、その二人が、うんうん、その喧嘩しちゃってもう男の人が女の人を降ろしちゃったんですよ、うん、山道で、その、うんうんうん、暗い普通のもう夜の山ですよ、うんうんうん、降ろしちゃったんですよ、はいはいはい、でもなんか一回山から降りたんですけど男の人は、うんうん、でもやっぱかわいそうだって思って、うん、その降ろした場所まで戻って彼女をね、うんうん、あの迎えに行って、うんうん、で彼女いて、うん、あよかったって、うん、一緒に帰ってたんですね、うんうんうん、そしたら山なのに、うんうん、なんか女の人が一人立ってて、うんうん、でこっちに向かって手を振ってるんですよ、うん、でもなんかその手の振り方がちょっと違くて、うん、なんか普通車に向かって手のひらを向けてこうやって止めるとき振るじゃないですか、うんうん、でも手の甲を車に向けて振ってたんですよ、怖い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 、でちょっとおかしいなって言って、うん、でも女の人はかわいそうだから乗せてあげないよみたいな、うん、困ってるかもしれないしってやったら、うんうん、男の人がなんか人間と逆の行動をする人は生きてない人なんだよって言ってたんです、うん、で、まあ確かに普通なら手のひら向けるのに手の甲を向けて、うん、あ、じゃあこの人は幽霊なんだって言って、女の人がすごいって怖い、ね、なんかこのテンションそんな知らなかったって言って手の甲で 手を叩き始めたんですよ、うん、わかりますか、怖い、あ、手の甲で叩いてるんですよ、その女の人は生きてないんです怖い怖い、本コアクラブですねラジオだから見えてなかったけど、ね、今あの隣で見えてるから、ね、めっちゃ怖かった、怖い怖い、ね、めっちゃ怖かった、怖いですよ、怖い、ね、怖いっていうお話でした、はい、ということでみんなのねちょっと話を聞いたところで ね次の曲、次の曲はですね、私俳優山下大輔のリクエストで山さんで春を告げる、山下大輔、私のねリクエスト山さんで春を告げるでした、はい、ということで、ね、ちょっと涼しくなっていただけたのかなと思いつつ、うん、もうお時間なのでね、はい、そろそろ SNS とか告知の方お願いいたします、うん、じゃあ、はい、大輔さんから、はい、まずはですね、とりあえず事務所マルパソ事務所で検索していただいて、うん、山下大輔、山下大きく生きる志で大輔と言うんですけど、うん、で見てくれたらですね、うん、いろいろ経歴、出演歴とかね、うんうん、載ってますので、またそこからね、うん、はい、見てくれたら嬉しいと思います。あと17、ね、うん、ライブもやってますのでね、うん、17ライブをね、アプリをインストールしていただいて、うん、大輔、カタカナで大、ローマ字で SUKE、スケですね、うん、で、ハイフン、大きく生きる志でね、普通に私ね、はい、出てきますので、よかったらフォローしてください、はい、配信時間はですね、だいたい毎日夕方の4時から7時、3時間ほどやってますので、うんうん、皆さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。じゃあマリナちゃんは、はい、いかがですか。私は、ツイッターも、SNS はツイッターぐらいで、うん、あとは17ライブで、うん、雪だるマリナで検索していただけたらと思います、うん、映画情報などはツイッターに載っておりますので、うん、ぜひ見てください。はい、はい、みゆちゃん、はい、高槻みえは SNS が Twitter と Instagram やってます。高槻漢字でひらがなみえで検索してください。あとはね、配信はビゴライブをやってるので、そちらの情報も全部 Twitter の方に載せるので、ぜひ Twitter フォローの上ご確認よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、というわけで ね本日もありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですか。早かったです。ね、早かったですね。はい、あっという間の30分。また次来ていいですか。ぜひぜひ。ぜひ、もうお時間が合うときは、本当に来ちゃいますよ。レギュラーになりましょう。お願いします。ぜひぜひ。落としてください。はい、プロデューサーを、はい。はい。なんか今度メロンパン渡しておきます。確かに好きそう。好きそう。はい、というわけで、はい、鎌倉アイドルボックス、お相手は高槻美恵とマリーナと山下大輔でした。ありがとうございました。ありがとうございました。